こんにちは、稲森あゆみです。今日は旦那さんにちょっと質問をして、パートナーシップについてお話してみようかなと思います。なんか普段ね、私がやりたいことに反対することがない人なんですね。で、なんか実際にはどういうふうに思ってるのかをちょっと聞いてみたいなと思ったので、ちょっとこっそりカメラを仕掛けて撮影してみたいと思います。Have you ever met someone you could not get by that? Have you ever been in love? あのさ、はい、YouTube 始めてもうすぐ3ヶ月ぐらいだ。それぐらい？それぐらいかな、はい、と思うねんけど、なんかさ、 YouTube やりたいって言った時さ、全く反対せんかったやん、なんかええとも言わんかったよな、なんでなん？なんで YouTube、 なんか嫁が YouTube やるってまあまあ面白い、まあ面白いっていうかあれやな、何でもあかんあかんって言うたらその可能性を潰すから。まあ俺の友達の山下君おるやろ、あの子が今の社長、大社長になる前って仕事を結構いろいろ変えてたやん、でいろいろ、まあ気も多かったし、やっぱこうすごい志があったっていうか、なんかあれもしたいこれもしたいって言って、やっぱりこう転々として、まあ俺は傍から見たら、まあもちろん俺現場の職人やから、もうその一本でしかやってないから、その仕事とかは積み上げていかなあかんもんやみたいな、なんかそういうちょっとこう偏見みたいなのがあったから、やっぱりあいつみたいにこうすぐ辞めたりとか、違うことすぐやったりとかするのを、やっぱりなんかよく思ってないというか、それじゃあ何もつかまれへんでみたいな感じで思ってたんやろな、でやっぱりこう説教も結構したりとかしたし、若干不仲にもなってんな、やっぱこう言い合いとかして。そんなことあったん？あったあった、でだけど今やな大社長やんか、でやっぱりあれしたい、あかんあかん、そんなやめとけやめとけとかって言うて、俺の物差しで、結構もういいとか悪いとかっていうのを言ってたから、まああるどこやろ、まあ俺らがそのたこ焼き屋をやりだしてから、そういう風なあの偏見を持ったらあかんなっていうのはやっぱ思うようにはなったから。ってことはさ、なんか結婚した時はさ、結構そうじゃなかったやん、なんか私がなんかあのやるじゃないけど、どっか行くとか困難とかって言ったら、なんとなくちょっと否定的なこととかあったんな。そうやな、だからそうだから自由にしにくいなって思っててんけど、まあ特にたこ焼きさんやってからやから、やっぱ本来山ちゃんの影響が大きかったってこと？まあそれはめちゃめちゃあったと思う。だからそれはだって今や押しも押されぬな、たこ焼きアオヘアの総大将でいてるわけやん、でそこに俺らもお世話になってるわけやんか、なってるね、だから25年前かな、25年前なんかっていうと、やっぱり、まあ、立場が逆とかじゃないけど、やっぱこう、まあ、俺は職人として忙しかったし、彼はまあ2年とか3年やって辞めたりとかしてたから、こうどっちかっていうと俺が怒ってた方や、なんかもう定職につけみたいな感じで、昭和の働き方、そうだからやっぱりあの時彼がこう見てた上の方の部分っていうのは俺らには理解できへんかったからな、確かに、それがやっぱりそういう現場の仕事が減って、で、まあ、このたこ焼き屋っていうのをこう声かけてもらって、商売するっていうのが、まあ、どれだけ大変かっていうのもよく分かったし、でその中でその彼のその考え方とかそういうのってやっぱすごい尊敬できるものがあるから、やっぱこう俺の定規で測っていいとか悪いっていうのは言ったらあかんっていうのはもう心がけてるよな、そのあたりから、で明らかにそら水晶持ってきてこれ100万円で買ってんって言ったらそらアホかって怒ると思うけどやりそうやもんな、そらアホかって怒るかもしれんけど、まあ YouTube やりたいっていうことに反対せなあかん理由っていうか、そういうのが、まあ、見当たらないというか、まあ、いや、まあやってみたらっていう、
ことだけや。まあもうそんなのがあるかな。だからまず否定じゃなくて、まずやってみる方向で考えてあげる方がいいかなと思ったから。なるほどね。そうそう。まあそれはだから今のまあ子供たちのそのやりたいことをやってるんとか、まあ自分もそうやけどな、やりたいことをやるっていうのは、人からこう自分がこの今の生き方をまあ否定されたって、それはもうその人の考え方やっていうふうに割り切れるようにはなったし、そうやな、そういう感じかな。あとさ、なんかまあ、あの最近こういうのをやっててよく思うのは、私が基本お店のことって大半やってて、パパはどっちかって言ったらさ、影武者というかさ、なんかその私の苦手なところを、まあ、数字の管理とか、そういうのやってくれてるやん。で今回7期目やったからさ、会社にして、7年ぐらい経つのかな。でその会社にするときに、じゃあ実際会社にしましょうってなったときにさ、代表ってパパがやってもよかったわけやん。なんか、でもお前がやった方がいいよって言ったやん、それはなんでなん。そこに関しては別に歩みのその人徳であったりとかそういうのを 見越してとかじゃなくて、俺は無理やなと思った、なんかその社長業っていうのは俺には無理やなっていうのが、まあその卓役をやりだして3年ぐらいかな、3年ぐらいは個人でやってたやんか、でその個人でそのやってるその3年間で、やっぱその経営者側の考えで、まあ人に働いてもらうっていうのが、こう俺には無理やろなって思ったから、なんかまあどっちかっていうと俺無理やからやってっていう方が大きいかなの選択やったってこと。なんか男の人ってさ、そういうところさ、トップに立ちたいとかさ、なんかそのまあ、言ったら私は年も下やし、なんか奥さんやし、っていうところで、本当はなんかそういうところってパパが、まあ、言った名前だけでもさ、俺が社長やねんっていう方がさ、そう世間的にとかさ、なんかそういうのって、あると思うねんやん。で普段さ、まあ、私があの第一線でやってたとしても、なんかそういうところはさ、俺がっていう男の人って世の中にはやっぱいいのかなと思って、なんかそういうところもなんていうやろ、オスを出せへんっていうかなんかすごい不思議やなと思って。で私は全然そのどっちかっていうと、あんたオスで俺メスや俺はそう思うけどな。そうな、そうそう。だからなんかそれはすごい不思議やなと思って、なんか自分であの、まあ、いろんなとこ行ってお飯こう交換とかしたりするときに、なんかあのふってこう思うねん時々そういうのを。あ、全然それ、俺はでもそれは全然ないで、だから、俺が社長やりたかったなとかいうのはもうみじんもないし、今でもそんなんないし、まああの歩みでよかったとは思ってるし、そこに関して全然代表になりたいとかそんなんは一個も、すごいよねそれ。すごいんかな、すごく、なんかよく分かれへんねんけど、なんか、その多分やけど、私も、まあ、パパが仕事してなくても何も言ったことないやん、働いてこいって言ったこともないし、なんかなんで仕事断るやん結構、仕事も、だけどなんかそれをなんか、なんでなんとかもう問い詰めたこともないし、なんかだからといってパパを見下したりとかもしないし、なんかその関係性ってなんかずっとなんでこれでやってこれたんかなっていうのは、互いにだからその自分のその聖域みたいなのがあって、そこにやっぱこうギリギリ踏み込まへんところがええんじゃないかなと思うけどな、お互いに、だから俺が自分の聖域を知るんじゃなくて、その俺はあなたの聖域を知って、あなたが俺の聖域を知ってるっていう部分で成り立ってるんちゃうかなと思うけどな、自分の聖域しか分からへんかったら多分そのままダーンってなあ、あんたのとこ行くやろうし、だけど、まあ、確かになんかそこは私の意思を尊重してくれてるなと思うことは結構あるかなと思う、だからなんか意見としては言うやんか、意見は言う、言うやん、だけど最後はあんたが決めていいよって毎回言うやん、なんかあの時々やっぱりなんか、あ、
最終手段、最終選択は私がせなあかんねんなって思う時もあんねん、うん、正直な、うん、思う時もあるけど、うん、なんかやっぱりそこは最終信頼してくれてるから、うん、まあどっちに進んだとしてもあのサポートするよってことなんやろうなって受け止めてさせてもらってんねんな、うん、私は。なんかだからそういうのがなんか いくつかこう疑問に思ったことを今日は聞いてみようかなと思って、うん、なるほどね、うん、そう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 、普段なんか当たり前のやり取りやから、うん、なんかどう、そうそう、どう思ってんのかなって聞いたことがないし、うん、まあ、であとさ、そういうなんか私がこういう活動したいとかこういうコミュニティに入るとかさ、うん、こういう人と会うとかもあるやん、うん、でそれって結構女性も多いけど男性も多いやん、うん、そんなんとかも一切何も言えへんやん、うん、やきもちってこと？そう。まあやきもちっていうそういう年でもないし、まあ信用してるのはもう間違いないわ、うんうんうん、だからまあほんまありふれた言葉かもしれんけど、うん、信用してるし、うん、まあ、例えば、うん、俺なんかよりまあいい男って多分いっぱいおるから、うん、その人に目がいって、でまあ、目がいいっていうか、まあ、その目もその心も行くんやったら、うんうんうん、まあ、それはそれで仕方がないなと思うし、うん、うん、まあでもまあ大丈夫やろうなって思ってるくらいかな。まあなかなかそれは誤解されないように、うん、あのちゃんと1から10まで説明はするようには私も心がけてて、うんうん、なんか1ミリでもやっぱりこうなんていうの、なんかそういう誤解を招いたら嫌やなと思ってるから、うん、なんか説明もするし、うん、なんかそういうの疑われるような行動はしないようにしようとは思ってやってるけど、うんうんうん、なんか一応そのビジョンができるというかさ、うん、なんかどういう方向に進みたいかとかってさ、うんうん、なんかもともと主婦しかやってなくって、うん、なんかそんなあの思考って全くゼロやったし、うん、それこそ借金ってめちゃくちゃ嫌いっていうかさ、うん、まあ、サラリーマンのお家で育ってるから、うん、借金すること自体がすごい怖かったし、うん、やけどなんかそのお金の使い方とか、うん、それから仕事のなんていうのかな、こう、まあ、今回コロナとかでもさ、うん、すごい変わっていくやん、いろんなものが。そうやな。だからさ、なんかその例えば、3年後とか5年後とか10年後って考えた時に、うん、なんかやっぱりこう展望を考えてお互いにこう話してどう思ってて、うん、なんかどんな風に進んでいこうと思ってるかとかっていうのはさ、うん、なんか今までやったらその起業する前までは、うん、まあ、パパがなんとかするんやろなぐらいの専業主婦やから当たり前やんな、うん、それは、うんうん、やけどなんか自分もなんかハンドルをちゃんと持って、うん、どっちに進むかとか、うん、なんかアンテナ張って、うん、こういうものっていいんじゃないみたいなのってやれんのって、うん、やっぱたこ焼き屋さんやったからだし、うん、でなんかめっちゃ楽しいなと思ってな。まあだから今のもそう、俺もだからそういうことやねんな、あの、うん、その専業主婦からこのこういうお商売してもらうというところに引っ張り込んでるのは俺やから、うんうん、引っ張り込んだ俺がさ、うん、あれしたらあかんのちゃうとかこれしたらあかんのちゃうっていうのもなんか違う気がするから、うんうんうん、まあ、引っ張り込んだ以上気が済むまでいろいろやったらっていうような感じもあるかな、うん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 、まあだからその専業主婦とかそういう概念はもう今俺の中では一切ないで、あ、その私が専業主婦、そうそう、うん、そ、もうそれがしたいっていうやったらしたらええと思うけど、じゃあ私が専業主婦やりたいですって言ったらどうぞってなるの、うん、まあどうぞってなる、うん、それに対してだからどうしていったらいいやろっていうのを考え方な、うんうん、なるほどな。そりゃ困るでとは多分言わへんけど、うん、まあその困らないように、うん、じゃあどうしたらいいみたいなのは多分、うん、じゃあどうしていくのっていう話をするってこと。そう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 、そうやな、まあでも今までもそうやったもんな、うんうん、まあ、パパは今やりたいことやれてる？やりたいことやれてるやれてるよ。そこはもうあの大前提も何もあれはしてないよ。その食いないように一日一日生きてるからな。分かった。じゃあ私はこれからもやりたいことがあったら、うん、これがやりたいですって言うようにする、うん、言ってくれていいよ。全然。まあ水晶は買ってきたらあかんで。なるほどね。